島儀境は、儀境カホタル袋属に属す多年層である。生息地は、アジア北東部及び北アメリカである。具体的には、ロシア連邦のカムチャツカ半島、千島列島及び、カラフト島に、日本の北海道、本州中部地方以北の鉱山帯の岩場やされ基地、アメリカ合衆国のアラスカ州に分布することが確認されている。夏季は7から8月。花の色は、 青紫色、大きさは4センチメートルほどで、円に白い毛が生えている。よく似た種に岩木鏡がある。本種と異なり花びらに毛が生えていない点、学片が三角形をしている点などから区別できる。八ヶ岳の岩漁地帯に作地島木鏡千島木鏡が生息する南カラフトは、ポーツマス条約が発行された1905年から、 日本国との平和条約が発効された1952年までの間、一時期を除き、日本の領土の一部として、日本の施政下に置かれていた。1929年には、唐太町長官により、海、馬島、鈴屋岳、落お穂岳、野田間だけ、とっそ山、古丹山、宇城山、伊皿山、千鳥山、千鳥だ岳、 カシホサム及びシスカだけの勧誘地に自生する千島義教の採取が禁止され、1931年には同地域に自生する千島義教は天然記念物として保護されることとなった。1933年には海馬島を除く地域は植物体として面的な保護が施されることとなった。1945年にソビエト連邦が南からふとに侵攻し、 占領したことで、カラフト町における保護政策は実質的に終了した。ありがとうございます。